リック・カツナン明治40年9月2日は、日本の国民主義の政治評論家、日本新聞社長、正岡オカを育てた。陽名は美ノ太郎、後に、郷はカツナン。広崎藩のご茶坊主と、中田健才と妻、ナ穂の子として、ムツクニヒロ前財布長に生まれた。長男、次男の両説がある。健才は微力だった。明治4年頃から、 藩校の教官、工藤多山の私塾、司祭堂に学び、明治六年、旧藩校の更新、東欧義塾へ進み、明治七年に、宮城市半学校に転じたが、明治九年に、校長、勝利に義則に逆らい対抗処分を受けた。上京し、フランス法律学専修の司法商法学校に、合格し青春を楽しむうち、明治十二年にまかない性伐のいたずらの建築が、 こじれ、勝ツは犯人でなかったが、岐阜から原高福本にち加藤常ねだ、国部おがけらと対抗した。校長は、薩摩人の上村長、東北人の薩長への反感は残っていた。帰郷して新聞社に入り、残暴率で二度罰金を受けた。さらに、北海道の管律の政党所に勤め、不本意な日々を送った。この時期、 親戚の陸を治む兵の絶景を再興して、陸生になった。明治14年、上京し、新設の農商務省などのフランス語の翻訳を、下請けして食いつないだ後、明治16年、大上官御用係となり、新設の文書局に勤めた。この頃、加藤久市中の老いの正岡式の訪問を受けた。翌年、与田学会らの賠尺で、今いて、津と結婚し、 あとに一男七条を設けた。明治18年、文書局が廃止され、内閣官報局ができ、その編集課長に昇進したが、明治21年春に遺願退職した。この頃、第一次、伊藤内閣の大家主義、特にその条約改正反対運動が国民的な規模で高まっていた。この年に、谷田木、小村寿太郎、高橋健造、 杉浦重武らに助けられ、東京電報が身を創刊したが売れず、翌春廃刊し、さらに、浅野町君の援助も受けて、日本新聞を創刊し、主筆権社長となった。時に、勝南33歳であった。創刊の字は次のような趣旨だった。本紙は、政党新聞や営利新聞ではない、独立新聞である。今日本は国を挙げ、 まるで植民地になるような西岡に急いでいる。本市も西欧文明の全美を知り、尊敬している。しかし、西欧文明は、独立日本の利益、幸福のために活用すべきだ。そして早速、日本人史とともに、大隈重信の部の条約改正案の、まやかしを非難して、評判を呼んだ。明治23年、東方協会の設立に参画して評議員となり、また、 国家経済開設率の発起人になった。近似憲法校、自由主義館、大臣論、近似政論校、国民論破などを発表し続けた。政治は世論に従うべきの信念に決していた。明治25年、隣に移り住んだ、正岡式を支援し、使命を提供し、生活の面倒を最後まで見た。式は、生涯の恩人と泣いた。明治28年、 三国干渉に対し受け入れ論の東京日々新聞と論戦した。明治29年、各社新聞同盟を結成し、新聞紙条例撤廃の運動を主導し、翌年、条例を緩和させた。この年、樽井い東吉、中村田八郎らが創設した社会問題研究会の評議員に、明治31年、創立された東和道文会の幹事長になった。明治十三年、 この絵集まろ、富田哲之助らと、日露海戦や村氏と義士、また、国民同盟会に相談役として参画した。翌年、この絵に従い申国、韓国を視察した。この絵から、日本新聞への資金援助を得た。明治35年、日本人史の三宅説令の概有中、その社説執筆を分担した。以前から、日本新聞と日本人史とは、 一心動態的に親密だった。明治36年から翌年にかけ、米王に旅行し、帰国後西洋中に肺結核を発症し、明治38年夏からは三宅節令が日本新聞の社説を書いた。明治39年6月、健康不良と経営悪化から日本新聞を伊藤金助に譲渡し、引き続き社説欄を担当した。 その後に起きた社内の騒動を憂慮した。明治40年7月から滑血を繰り返し、9月2日に亡くなった。51歳であった。戒名は文章院助前古事。墓は染井霊園にある。勝難は三宅節霊、徳富祖宝、朝比奈知仙、池部三山、福本日南、山地愛山等と並ぶ明治中期新聞会の巨峰であった。しかし、 比較的短命であったのと、孤高の生涯を送ったために、記述の人たちほど世間に知られていない。同時代のジャーナリストである、戸谷部春平は、陸活難を表し、古書史の風ありとし彼の政治思想は、中国儒教の基礎の上に、ドイツの国家主義を据えたものと考える。ゆえに、彼の大臣責任論はあたかもしなの歓喜大部の断崖に彷彿たり、彼は、 貴族と平民を調和せんとし、行政的知識を持ってまるとも評されている。勝難が起こした日本新聞は、伊藤、黒田、山形、松方、桂等の歴代内閣に対して、明治22年より同38年までの間に、合計31回、233日に及ぶ発行停止を喰らっている。その中に、 明治22年8月7日からの15日間、明治24年5月24日から23日間という長期にわたる発行停止処分もある。最も集中的に弾圧されたのは、明治26年末から翌年の正月にかけての第二次、伊藤内閣に迫った時である。それは12月4日、12月27日、翌年1月5日。 2月10日のわずか2ヶ月の間に25日間発行停止処分にされている。勝ツは自らの日本主義を国民論破または国民主義と規定し根本的立場とした。実践上ではどこまでも根本的立場を貫いた。それが上に記述した発行停止処分を受けたことに示されている。外部リンクの諸情報と陸民に関するカテゴリー。 ありがとうございます。